皆さんお疲れ様でしたそれでは2019年5月担当式試験の回答速報を始めます企業法担当いたしますレクセリン講師の森村ですそれでは早速回答をご覧ください、えー、回答をまず読み上げていきますね問題一 が二問題二が二問題三が三問題四が四問題五が五問題六が二問題七が四問題八が二問題九が三問題十が六問題十一が一問題十二が六問題十三が五問題十四が三問題十五が四問題十六が六問題十七が六問題十八が一問題十九が五問題二十が一ですね。 つつずつ読んでいきますまず問題1から問題5まで次が問題6から問題10まで 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 次が問題11から問題15まで 1, 6, 5, 3, 1, 6, 5, 3, 最後が問題16から問題20まで66151ですね。 でまあ、正当可能性は解、えー、いった感じ一応こんなもんじゃないかっていうのでつけています。でこの難易度でいきますとですね、えー、大体どれぐらい取ってほしいかというのが なんですけども、まあ、毎年75から80取ってほしいっていうふうにお話ししてまして今回も大体、えー、その範囲内だと思います。正当可能性が高いっていいいととううのはは、まあ、難易度的には優しいということですねで正当可能性が高いのが9問ありまして正当可能性が中程度の問題も9問ありまして正当可能性が低い問題が2問ですね。 でまあ、どれぐらい取ってほしいかっていうと正当可能性が高い問題は9分の9取ってほしいとで正当可能性中くらいはえ、まあ、3分の2は取ってほしいかなとで正当可能性低い問題はまあなんとか勘ででもいいから1問欲しいなっていうことですね。でそうしますと、えー、16問ということなのでまあこれ理想的な値ですから、えー、75点から8 0点。 企業法で取っておくと。まあ、安心かなと。とまあこれぐらい欲しいかなっていうような点数になりますね。ねで、えー、今終わったばっかりなので手書きなんですけれども今回のですね。まあ、簡単な分,分析というほどのもんでもないんですけども、もしときますと。 取材形式は正しい足が2つあって四子択一問題視4子の選択肢6子で取材数20問の配点,配点は5点であるとで正しい足が4子のうち2つあって誤っている足が4子のうち残り2つであるで正しい足を選びなさいっていうのは全てそういう形式でしたね。で次分野別取材数なんですけれども。 これもまあ例年とそんんな変わりません商法2問で金融商品取引法が2問で会社法が16問であるとで会社法の内訳につきましては括弧の中はあの,前回の12月担当の数です、まあ、それと比較しても、まあ、若干設立は1問しか出なかったのと株式が3問も出てるというところが違うぐらいですねあとは期間が6問計算の自分会社が1問ずつ。 で資金調達組織再編が2問ずつというので、まあ、そんな例年変わりません。で判例の足は前回4子出てましたけども今回は3子でしたとこれもまあそんなに変わらないですね。で会社をすねで今回の難易度なんですけれども、まあ、難易度はいつも言ってますように。 あの企業法が難しかろうが優しかろうがです、ね、全体の難易度はあまり変わらないんですで唯一違うところ違ったのが平成28年の12月でしてこの年は平均で企業法の平均が60を超えちゃったということで全体の合格点を、えー、押し上げてしまいまして70%を超えてしまうという、まあ、そういう得意な年がありましたけれどもそれ以外はまあ大体似たり寄ったりですね、まあ、大体50点いくつっていうのが 平均的な、えー、企業法の平均点ということになってきますで今回はその50点いくつというのに比べるとちょっとそれよりは難しかったかなとだから48%から49%ぐらいになるんじゃないかというふうに思います、まあ、あんまりこれ自体はそんなに意味がないことなんですけどね、まあ、要するに標準よりは標準的な問題よりはちょっと難しいかなとその難しさというのがですね今まではあの、えー、とほとんどその条文そのままを あるかないかっていうあれば丸なければツっていうそういう出し方だったんですけどもちょっとこれ今回は条文の表現というものをそのままじゃなくていじってあるようなところがありましてねあともう一つの特徴としましてはあのいわゆるない条文ですね捏造条文というふうに言われているようなものが、えー、たくさん出てましたのでそれで解くのにちょっと時間がかかったんじゃないかなっていうふうに思います。それでは、えー、と正答可能性の低かった問題を <laughs> 何問か見ていきましょうでまず問題2これは正当可能性低くないんですけれども、えー、問題2につきましてはですね、えー、っとこの判例がね「えー、あの足の判例最高裁判所の判例によれば不動産は商法521条が承認下の留置権の目的物とさ 定めるるものにあたるとこれ、交際段階で判例が分かれてたんですけどもそれが平成29年のものすごく最近ですよね12月14日に出た最高裁判例で、えー、これがあの丸の足になりました、えー、こういう判例があるということですね。はいでは、その後見ていきましょう。で、問題5ですね。<laughs> えー、子会社による親会社株式の取得の問題ですがあの足子会社は市場価格のある親会社株式を当該親会社株式1株を取得するのと引き換えに,、えー、換えに交付する金銭等の額が当該親会社株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得することができるとこんな規定はないんですよ。えー、会社法規則でその 子会社が親会社株式取得できるものとして会社保障規則23条っていう条文があるんですけどもそこを見てもないんですね、まあ、だからいわゆるこれも捏造条文と言われているものでして、まあ、考えてみればその子会社というのは親会社に支配されてるからだからその親会社子会社が親会社株式取得するっていうのは、まあ、そのえっと自己株取得の弊害を防止するというそういう観点から抜け道になってしまうということでもう全面的に 禁止して,るっているうことですねでそう考えると別にそれはあの経済的な利益価値のみに関わるものではないのでだからそういう観点からはあの足罰っていう判断できるかと思うんですけどもまあこういうのはでも本試験でと,うとうその時に読んでるとすごく不安になる足だと思います。えー、では次問題7 えこれは証券発行新株予約権に関する問題でこれは、株券との違いというのを分かっていれば解ける問題ですけどこれは相当細かいです、難しいです。あの足証券発行新株予約権の新株予約権者は株式会社に対し当該新株予約権者の有する新株予約権にかかる新株予約権証券の所持を希望しない旨を申し出ることができるこれ、株券だったら株券不所持制度ってのがありますよね。 で、それ同じような制度が証券発行申告予約権にもあるのかっていうと、ないんですよね。で、これはまあ、なぜかというと、まあ理由をあえてつければ、えー、株券の場合には、その株券発行するかしないかっていうのが一律に決まりますよね。だから、その株券発行するっていうのを、もう会社が決めちゃったら、ええー、もう嫌でも、でも、自分とかやってくるわけですよね。で、そうすると、今、特に譲渡する必要がないから、盗まれたりなくしちゃったりする可能性があるので、ええー、株券を不祥事にしたいっていうのは、株主側からそういうような。 制度を設けとかないといけないってことになりますけれども、えー、証券発行新株予約権の場合には、証券発行するか否かっていうのが、うんとそのその度ごとに決められるわけですよね。で、しかも、えっ、ー、とその新株、えー、予約権者がその発行してくれっていうまでは発行しないっていうことができるわけですので、なので特に、えー、そのわざわざ 株権不祥事制度のような一つの制度を設けとく必要がないんじゃないかという、まあ、そういうことから「罰」というふうに導けないこともないですけどこれも難しいです。で絵、えー、の足新株予約権証券は当該新株予約権証券に関する法定の事項を新株予約権証券創出登録簿に記載または記録することにより無効とすることができるかと。でこれ株権には、えー、こういう「株権創出登録制度」っていうのがあるんですけども。えー 新株予約権証券にはそういうような制度がないんですねまあ、これは条文上公示債国条件決定によって、えー、その証券を無効にすることができるという条文があるんですけどもまあ、これもまあなぜかって言われるとなかなか難しいですよね株券のに制度があって新株予約権に制度がないっていうまあ、えー、そこのところはこれ知ってないとなかなか正解に達するのは難しい問題だと思いますでは問題9 これは右の足ですね株主総会における書面による議決権の行使に関する問題の右の足です各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が株主総会に提出された場合は当該株式会社は当該議案について棄権したものと取り扱わなければならずというこんな規定がないんですよ。 だから捏造条文ですねだからこれと異なる取扱いを定めることはできないっていうそんなことはないですよっていうことですけどねまあこれ賛否を記載する欄に何も書いてないってことはそれは賛成はしてないですもんね。えーまあ、ということですね扱いはね。はいでは、えー、問題10。 であの足ですね定款を変更してその発行する全部の株式の内容として株式会社が一定の自由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとしているつまり取得条項付き種類株式のその取得条項を設けようとしている場合ですね変更とか廃止じゃなくて設けようとしているその株主総会決議は当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって 当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数を持って行わなければならない。特殊決議でいいかというと、これは株主全員の同意が必要ってやつですね。110条っていう条文に、えー、ありますね。株主全員の同意。まあ、これはあのよく講義であの1番冗談じゃない。冗談じゃないの？程度に応じて、その特殊決議なのか、株主全員の同意が必要なのか、これはもう一番冗談じゃないから、えー、株主全員の同意が必要ですよ。っていうふうにお話ししてるところですね。 次の株式会社の親会社社員は株式会社の営業時間内はいつでも株主総会の議事録の閲覧または当社の請求をすることができるこれは株,主株式会社の親会社社員というのは利害関係が間接的ですのでその権利を行使するため必要があるときでかつ裁判所の許可が必要というこれはいつものパターンですね。はいで次が問題11 これは右の足がなかなかか難しいですね取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき取締役および監査役の全員が電磁的記録により同意の意思表示をした時は当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされるとでこれはですねまずちょっと細かい点がまず一つありまして、えっと、正解は何かっていうとその当該議案につき取締役全員の同意 の意思表示があればいいんですねで、ただし監査役が反対してないことっていう条文は書き方になってますただその点については監査役全員の同意があるっていうことは結局監査役が反対してないんだからあ、それはいいじゃないかというふうに意見を持っちゃうんですねところがこういうような、えー、その決議の省略というのは370条という条文を見てみますと370条ですけども定款でこういうことを定めうるっていうふうに書いてあるんですよねところが本文ではですねえー、っと なおで、えー、本門では、えー、定款に別段の定めはないっていうことになってますので、そういう定款の規定がないっていうことですから、だからこれは罰ツっていうことになりますね。まあちょっと難しい、えーえー、問題でした。では問題十二、えー、監査等委員会設置会社の問題でなかなか難しい細かい問題です。えー、あの足。 監査等委員である取締役が事故または株式会社の事故のためにですね事故のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときはですから協業取引ですね直接取引当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しないこれは要しますよね要するに監査等委員であろうが取締役であることには変わ,ら変わりないんですから業務執行に関する意思決定に参加することができますのでこれはやはり規制をかぶせとかなきゃいけないということですね 次「意の足」代表取締役が取締役会の承認を受けることなく事故のために株式会社と取引をした場合ですから直接取引で事故のためにした場合ですねで当該取引によって当該代表取締役が得た利益の額は当該代表取締役の任務形態によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される、えー、損害の額の推定があるのはあれは協業取引ですよね。で協業取取引引といいうののは要するにに会社が取引の主体ななってないと えー、なのでその契約の内容を見ることができないだから会社にとってはうべかりし利益の算定が難しいので協業取引の場合については損害への額が推定してくれる度、えー、とこれはところが「イ」の足は直接取引ですからね会社はその取引の主体ですので、えー、契約当事者ですからねうんだから別にこういう推定規定を置いてもらわなくていいっていうことですね。で「う」の足「う」の足。 代表取締役が代表取締役ってことは監査等委員ではないってことですよね事故のために株式会社とする取引について取引につき取締役会の承認に加え監査等委員会の承認を受けたときは当該取引によって当該株式会社に生じた損害の,損害の賠償責任につき当該代表取締役はその任務を怠ったものと推定されることはない,ないですねこれはそういう規定がありまして、まあ、監査等委員ではないから除外自由にもあたらないってことですね。 のし代表取締役が実行のために株式会社と取引をした時これはまさにこの直接取引の事故のたためにした場合っていう昔責任の場合ですよね、えー、当該取引に次取締役会の承認を受けていた時であっても当該代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに期することができない自由によるものであることをもって免れることはできないその通り昔責任だからということですよね。 はいでは次、えー、問題13ですね、えー、報酬に関する問題でこれはあの足ですね、えー、これうっかり読み飛ばしちゃうと間違っちゃう足ですよね監査等委員会設置会社における取締役の報酬等のうち額が確定しているものについては定款または株主総会の決議によって 取締役全員に支給する報酬等の総額のみを定めじゃダメなんですよねこれね総額じゃなくてその監査等委員である取締役と、えー、それ以外の取締役は別々に報酬額を定めなきゃいけないとで各取締役の報酬額の決定を取締役会に委ねることが認められるこれは監査等委員である取締役の報酬についてはその監査等委員である取締役の協議によって定めるっていうのが361条三項に361条3項に,3項に定め書いてありますので あのはは間違ってるっててることになるんでですねでは問,題15問題15は、えー、持ち分会社に関する問題で、えー、あの足社員の持ち分の割合は当該持ち分会社の発行済み、えー、持ち分総数ってこんな言葉多分聞いたことないと思うんですよそんな言葉ないですからね、えー、に対して事故が所有する持ち分数の比率によって定,め定まると。 こんな規定ないですね。捏造条文ですよね。えー、そもそも、あの社員の持ち分の割合なんていうのは、あんまり持ち分会社では問題にならないですよね。えー、なんでかというと、まあ、例えば、業務執行の意思決定なんていうのは、その持ち分の割合によって、えー、決まるんじゃなくて、頭数ですよね。あと、損益分配の割合についてはね、損益分配の割合については、六百二十二条一項で、それは出資の価格に応じるということに。 ななりりますすけども別の定めがない限りですねそうなりますけども、えー、その場合であっても社員の持ち分の割合なんていう概念ではないですしね、えーまあ、いずれにせよこんな条文はありませんということです。では問題17。えー、と。 と事業譲渡組織再編に関すする問題ですあの足株式会社がその事業の全部を譲渡する場合においてそのための株主総会の決議と同時に当該株式会社が解散する旨の決議がされた時は当該株式会社の債権者は当該事業譲渡について異議を述べることができるこんなきてないですよね。えーまあ、事業譲渡の場合には 会社債権者保護は民法の規定によることになりますので会社法にはこういう規定がないとこれもまあだからいわゆる井ノ端九州合併において九州合併存続株式会社が九州合併消滅株式会社から承継する資産の額が当該九州合併存続株式会社が当該九州合併消滅会社から承継する債務の額を超える場合には当該九州合併存続株式会社の債権者は 当該九州合併について意義を述べることができない合併の場合には九州合併の場合には債権者が意義を述べることができないっていう例外的な場合がなかったですよねだからそれさえ知っていれば罰っていうのはこうその判断つくと思うんですけどでもまあこれも捏造条文なのでえなそんなことになってんのかなっていうふうに趣旨から考えたりするとね間違っちゃうっていう一つのパターンですよね。 宇の足株式会社が九州分割をする場合において九州分割承継株式会社のすべての債権者は当該九州分割承継株式会社に対し所定の期間内に当該九州分割について異議を述べることができるこれはあの視力の悪化、えー、九州分割におけるですね承継会社の方ですから承継会社の方ですから対価払う方ですからね。 会社から会社出産出てきますので視力の悪化の可能性がありますのでそこで証券会社にその元からいる債権者それはまあ全債権者が、えー、保護を受けなきゃいけないってことになりますわね。えの足株式会社が株式交換をする場合において、えー、株式交換契約新株予約権出ましたねなんちゃらかんちゃら新株予約権こう消えてしまう方の新株予約権ですねそれが新株予約権付き社債に付されたものである時は、えー、当該新株予約権付き社債についての社債権者は 株式交換完全子会社に、まあ、言ってみればそこに移っていくわけですからね、まあ、新たにそこで交付されるわけですけどイメージとすれば、えー、と親会社子会社に対して持ってたうんとその新株予約権というのがこれが親会社の方に移っていくわけですね親会社の方に移っていくんですまあ移っていくというか子会社の方に持ってた新株予約権が消えて親会社 の進化・病気権を取得するわけですのでそこでこの場合には、えー、債務者の交代を伴いますから所定の期間内に当該株式交換について異議を述べることができるというとこですね。はいで最後10問題18これも講義でよくあのここの違いは覚えておきましょうっていうのをやったとこですね。井の足 九州合併消滅株式会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併存続持分会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する合併対価等の全部または一部が当該吸収合併存続持分会社の持分つまり、今までは株式会社の株主だと。 だから間接有限責任で安心だと思ってたら、なんと今度。持ち分会社の持ち分が、その自分の持ってた、なくなっちゃう株式に変わって、交付されることになると。それはこの、これえらいことですね。一大事です。そこで、吸収合併契約について、当該吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。ってことになりましたよね。つまり、この場合には、合併ですから、消滅会社の株主に、株主に。 持ち分が交付されということは株主がいきなりいきなり持ち分会社の社員になっちゃうということなので、えー、場合によっては直接無限連帯責任を負う可能性が出てくるのは冗談じゃないよということで株主全員の同意が必要ですね。これに対してうのは右の足合同会社である、えー、九州分割承継会社が、えー、九州分割に際して種類株式発行会社でない九州分割株式会社に対してその事業に関する権利義務に代わる金銭等の交付をする場合において 当該金銭等が当該九州分割承継会社の持ち分であるとき、こっちも持ち分なんですよね持分であるじゃあ冗談じゃないかというとこの場合はですねその対価,と対価を受け取るのは誰かというとそれは、えー、九州分割株式会社が受け取るんですよね九州分割株式会社が受け取ると。とってことはその株主がその今までは株主だったものが持ち、えー その持ち分会社の持ち分を取得するっていう場合じゃないですから、だから意に比べれば全然その冗談じゃないっていうわけではないわけですね。だから当該九州分割株式会社では九州分割契約について総株主の同意を得なければならないってことはないってことですよね。だから要するにその組織再編が行われたときにその株式会社の株主だった人がその人自身が今度持ち分会社の社員に変わっちゃうかと。 それは1台だからその場合には、えー、井の足ですねその総株主の同意が必要だけれどもそうでない場合には総株主の同意まではいらないんじゃないっていうところですよね講義でここは何回もお話ししたところですね。はいということで解説こんなもんでいいでしょうではもう一回最後に、えー、回答を見ておきましょう。 まあ大体講義でお話ししているあるいは担当ポイントアップ答練で出しているのとまあほぼ同じようなレベルの難易度の問題でしたのでデックで担当式の試験の勉強をしてた方にとってはまあそんなに難しくはなかったかなとあるいはまあこれ講義でなんか強調してたところは随分出たなっていう感触は持っていただけたんじゃないかとは思います。 はいそれでは時間となりましたので、えー、今日は、えー、企業法の解説はこれで終わりますどうも皆さんお疲れ様でした。